にちは、池田真子です。今回は私のベストリップを紹介します。2018年のベストコスメを先日アップしたんですけど、その時にリップ以外を紹介して、で今回はそのリップの中でランキング形式でベスト5を選んできました。今年はお気に入りのコスメがたくさんですごく悩んだんですけど、1位から5位まで考えてきたので参考にしてみてください。それではまこチャンネルスタート。では早速第5位から紹介していきます。第5位はサナエクセルグレイバームリップです。カラーは GB04 番ハニーネクターです。お値段1600円。このリップは四角い形になってて、もうすごい嬉しいのがこちら、一面だけゴールドになってるんですけど、これがね意外に鏡として使えます。ちょっとわかるかな。なので持ち運びにすごい便利で、こうやって開けてもうこのまま私はメイク直ししてます。こういう可愛くて便利なコスメっていうのすごい私好きなので、これが出た時はねテンション上がりました。色味はオレンジ系で、手に出したのがこちらです。ナチュラルにも使えるし、しっかり重ねるとその分濃く発色してくれます。実際に塗るとこちらです。このリップはバームリップなので塗り心地もすごい滑らかで、すごいスルスルっと軽い感じではないんですけど、もったりしすぎない感じで、しっかりとこう唇にフィット感もあるので、ティントリップほどの色持ちではないんですけど、持ちはいい方だと思います。仕上がりもうるうるしすぎず程よいツヤ感です。一本で使えるリップなのですごく便利だし、さらに潤いが欲しいって方はここからグロスを足しても可愛いと思います。ベストコスメに選んだ理由は、今までオレンジのリップ私が持ってるのは結構こう春夏向けの明るい感じのオレンジが多くて、ちょっと赤みがかった深みもあるような感じのリップって私は持っていなかったので選んだっていうのもあるのと、あとはもう一つ逆にちょっとだけネガティブな要素を出すと、私はなんとなくこのリップを使うとちょっとだけこう唇が時間が経つと荒れたりすることもあったので、なのでちょっとベスト4以上にはならなかったんですけど5位に入れました。そして第4位はパラドゥのリップティントです。 PK01 番、お値段は900円です。これはシンプルなデザインで細身なので持ち運びにも便利です。ポーチに場所も取らないし、中はこちらになっています。色味はちょっと黄みがかったコーラルピンクに近いような感じです。こちらもしっかり重ねるとその分発色してくれます。実際に塗ったのがこちらです。こちらのリップも塗り心地が滑らかで潤いもあって女の子らしい印象になります。あとはこの先が細めなので、こう塗ってる時にこの塗る回数はやっぱり多くはなっちゃうんですけど、でも細かい部分がすごく塗りやすくてリップを塗るのが苦手っていう方にもおすすめです。このリップは確か夏ぐらいに紹介して、私すごい夏に使ったリップになるんですけど、それまでは結構オペラのリップティントを気に入って使ってたんですけど、オペラのリップティントってすごい潤いがあって可愛いんですけど、夏に使うにはちょっとねこう溶けやすくてゆるゆるになっちゃうなって思ってて、でそういう時にこちらがすごいちょうどいい硬さで、硬すぎずゆるゆるで溶けすぎず、夏に使っても嫌な感じがしない潤う感があるので、その程よい感じが気に入って使ってました。これはセブンイレブンで買えるので、コスメを忘れたっていう時にもねすごく便利なリップになると思います。では次、第3位はリンメルラスティングフィニッシュティントリップです。003番、お値段は1300円です。こちらのリップのすごくいいところはここです。てれん、この上の部分にミラーがついてます。中はすごく明るめのオレンジになっていて、手に塗ったのがこちらです。一度塗りだと本当に薄いんですけど、重ねるともうちょっと発色します。実際に塗ったのがこちらです。このリップが発売された時はもう本当にテンション上がって、もう使い心地も好きだし、このとにかくミラーがあるっていうのが本当に嬉しくて、すごくお気に入りのリップです。確かこのコスメのレビューの動画上げた時のテンションがめちゃくちゃ高かった気がします。で手で見た時は結構オレンジの発色だったんですけど、実際に唇に塗るとちょっと透明感もあるので、その自分の唇の色と合わさってオレンジすぎない程よいオレンジ感になります。これは仕上がりもナチュラルで普段使いもしやすいし、塗り心地もすごい軽くて程よいツヤ感もあるのですごい使いやすいです。
私オレンジ系のリップが大好き で色味もすごい可愛いし、あとはバームリップもね一番使い心地的に好きで、それでこちらを選びました。で実は2位と3位をすっごい迷って、それでこっちが3位になったんですけど、時間が経った時にこちらの方がね結構早めに潤いがこうやっぱり落ちてくるかなって思ったので、こちらを3位にしました。なのでこれを使う時は私は結構こまめに塗るようにしてました。こういうミラー付きとか便利なリップはもうこれからもどんどん増えてほしいなって思います。そして第2位はセザンヌのラスティンググロスリップです。501番、お値段は480円です。デザインはこちらです。上がキラキラしてます。でちょっと欠けちゃったんですけど、中はこちらです。でこちらのリップも結構発色が良くて、今まで紹介した中で言うと一番潤いがあると思います。色味もピンクがかったオレンジなので、すごいこう血色感を与えてくれて顔色が明るく見えます。塗ってみるとこちらです。実際に塗ってみるとティントの効果もあって、もうちょっとこうピンク寄りに発色します。でもこれがこの今まで紹介した中で言うと一番塗り心地が軽くて潤いもあるので、スルスルっと塗れます。でちょっとピンクが強く発色はするんですけど、色持ちも良くて、表面の潤いは時間が経ってくるとやっぱり落ちてはくるんですけど、ムラにもなりにくくて、そういう持ちの面でも好きです。縦じわもそこまで気にならないし、これは塗ってて私はそこまで荒れたりとかは感じなかったので、こちらもめちゃくちゃ使ってました。あとはこの塗る部分が結構太めなので、そのメイク直しするときに本当にもうスッスッって終わるんですよ。なんかもうガガガガってしっかり塗らなくても、発色もいいのでそんなにこう重ねなくても済むし、幅が太いので本当にこうスルスルって塗るときも楽ちんです。ただその太い分このパッケージが結構大きくて、ここがちょっとごついので、それだけちょっとポーチにかさばるんですけど、この使い心地とか潤い感があったりとかするのも含めて、いろいろ考えた時にこう2位とすっごい悩んだんですけど、やっぱりこっちを選びました。今までの中で比べても一番潤い感があるので乾燥も気になりにくいのと、あとは発色もいいので濃いめのリップが好きな方におすすめです。ではいよいよ第1位は3コンセプトアイズのプランピングリップスです。カラーはピンクです。お値段は1570円。これは通販限定の商品になってて、私は韓国に行った時に期間限定でね販売されてる時があって、その時は店舗で1万3000ウォンだったんですけど、さっきスタイルナンドのサイトを見たら1570円で販売されてました。パッケージもちょっとクリアな感じになっていて、中はカチカチって回すスティックタイプになってます。こちら1回回すと元に戻せないタイプになってるので、それだけ気をつけてください。手で塗るとこちらになります。これはさっきよりもさらに潤いがあって、発色もしっかりしています。色味もここで見るとすごいさっきのセザンヌに似てるんですけど、コーラルっぽいピンクになってます。実際に塗るとこちらです。こちらを1位に選んだ理由はいろいろあるんですけど、やっぱりこう高発色で、あとはねぷっくりとして見えるのがいいなって思って選びました。結構最近このプランプリップって増えてきてると思うんですけど、スティックタイプって珍しいなと思って、塗った後ちょっと時間が経ってくるとねこうスースーしてくるんですけど、その私スースー感とかそのプランプリップのピリピリ感とかが好きで、なんか唇に効いてる感じがするじゃないですか。でそのプランプ効果で唇がすごいぷっくりとして見えるので、うるうるっとしてすごく可愛いです。でティントとは書いてないんですけど、なんかティントっぽい感じの色の持ちで、その色長持ちっていうのも嬉しいし、あとはやっぱり時間が経ってきてもその乾燥が気にならないっていうのもすごくお気に入りのポイントです。もうこのリップは本当に買ってよかったと思ってて、いいところだらけなんですよ。で一個だけやってしまったのが、私オレンジ系のリップが好きで、最近ずっとそうオレンジ系のカラーを選んで購入してて、なのでたまにはピンク系も買ってみようと思ってピンクにしたんですよ。実際使うとやっぱりねそのピンクが可愛くて可愛らしい女の子の印象になって、こういうねちょっと綺麗めなコーラとかの服の時にはぴったりなんですけど、そういう時に限ってちょっと私最近服装がすごいカジュアルになってきてて、その服装と全然合わないんですよなので他の色も買っとけばよかったと思って、コーラルとかもうちょっと落ち着いたベージュっぽい色とか、あと赤とかクリアもあるんですけど、ネット限定で販売されてるのでまた改めて買おうと思ってます。この動画が参考になったなって思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。いかがだったでしょうか。今回は私の2018年のベストリップを紹介しました。全部ティッシュオフしてみたんですけど、それぞれね程よい色持ちで、落ちてきても無駄にならないっていうものばっかり選びました。
私本当にもうスティックタイプのリップがやっぱり一番使いやすいなって思ってて、そういうバームリップとか、あとは色長持ちするっていうのとか、便利なコスメとかがすごい好きなので、今回ほとんど同じような形にやっぱりなってしまったんですけど、本当にたくさん使ってておすすめしたいコスメでもあるので、ぜひ気になるものがあればチェックしてみてください。商品名は概要欄にも書いておきます。そして最後に、この動画を楽しんでいただけた方はベルマークから通知登録もできるので、そちらもお願いします。では池田真子でした。バイバイ。